皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はあのね、私ずっと前からカラコンをやってみたくて、でやってみたいんだけど、目に異物を入れるのめちゃくちゃ怖くて全然できてなかったんですけど、今回ね、可愛いカラコンを見つけたので、めちゃくちゃ怖いんだけど早速やっていきましょう。 Yeah, I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you. じゃあ今回ゲットした4色が、まずキャラメルスフレ、ブラウンフォンデュ、ゼリーグレー、シュガードーナッツっていう、全部美味しそうな色ですね。シュガードーナツとかめっちゃうまそうじゃん。一応ね、全色試してみたいの。まずはキャラメルスフレからいきます。これはなんかちょい緑が、薄茶みたいな感じだ、これ。で、これワンデーなので1日使ったらゴミですね。はい、見た目ね、こんな感じ、薄茶みたいな。で、これが10個ですね、だから5回分入ってます。で、今回度なしなので、そのまんまつけてもあの目の良さとか変わんないです。じゃあ早速やってみますか。怖いんだけど、いけるかな。これ鏡もちゃんと用意しましたよ。怖い。あのさ、思ったんだけどさ、カラコンしたらさ、あの見え方って変わんのかな。やったことないか分かんないの。カラコンしたら、例えばさ、グレーのカラコンしたらさ、全部がグレーに見えるとかないか、ないかな。待って、これ待って、右左とかあんの。はい、全然分かんなくてごめんなさい。同じですね、大丈夫ね。よし、はい、行きました、行きます。これね、早く入れた方がいいらしいの。怖いんだけど、怖い、待って、怖い。大丈夫大丈夫大丈夫、行きます。怖すぎる、これカピカピになっちゃうね、早く入れないと。もういいよ、入れるね。怖すぎる、ちょっと触れたんだけど。待って、行くよ。怖すぎる。あのね、ちょっと触れるんだけど、痛いんだけど、染みる感じ、痛い。結構 YouTube とかフィッシャーズさんとか、初めてのカラコンとかやってるんだけど、こんな痛いの。もちろん濡らした方がいいとか。いきます、我慢しろ我慢しろ。なんでこう指から離れないの。結構くっついてたんだけど、すごいね、コンタクト毎日入れてる人。こんな時間かかってるわけはないけど、まあ、初めてだから結構時間かかってんだけど。あ、落ちたのって使わない方がいいのかな。ちょっとね、もう一回新しいの出します。ちょっと1個無駄にしちゃったんですけど、落ちちゃったんで、もうちょいもうちょい、慣れてきた、あの目に触れるのは慣れてきた。よし、いきます。頑張れ、コンタクト。入りました。みんなわかる？めっちゃ茶色になった、目が、右目。やばくない？やばいやばいやばい、入った、5個目で入った。なんか落としたのあんま使わない方がいいかなと思って、もう5個目に突入しちゃったんだけど、わかる？すごくない？でも右目のメイクがほぼ落ちました。今めっちゃね、ゴロゴロしてる感じ、目になんか入ってんなみたいな、まあ、慣れてないからだと思うけど、でもなんか似てますね、普通の目の色と。ちょっと薄くなったくらいですね。で、左目はあの同じのやめて、もうちょい違う色にします。左目ゼリーグレー使ってみます。グレーだから結構色変わると思うんだよね。おー、薄い。これもうさ、慣れたよ、多分
多分慣れたからいけると思う。夫愛になるね今から私ね。ね待って、これさ入れられたのはいいんだけどさ、取るのが怖い。あやばい、入りそうだった今。もうね慣れてきました。結構あね先っぽに乗せれば入りやすいっていうことに気づいた。入りました。え、なんかさ微妙、なんかあんま変わってない。入りました。なんかグレーだからもっとさ色変わんのかなと思ったら微妙ですね。こっちの方が変わったような気がする。だから一瞬さ全然変わってないからさ、入ったどっか行っちゃったのかと思った裏側とか。はい、でも入りました。でもこっちめっちゃ自然でいいね。普通につけててもいい感じ。こっちは結構茶色になりました。え待って、1個で成功したよ今回。やっぱやば、成長した私。はい、こんな感じです。え、やばい、入った入った。で他の色ちょっと見てみよう。なんかほとんど似てますね色は。茶色系、薄茶みたいな。でもこっちは違和感ないです。こっちはまだゴロゴロしてる。こっちはもう何にも違和感ないですね。で見た感じグレーにはなってないです。普通の色です。で取るのなんだよ次は。一番怖いかもしれない。これってさ取ったらもうゴミなのかな。ワンデーだからまだ使えるよね多分。皆さんコメントで教えてください。何もわかんないです私からこんなこと。でも友達とかはなんかね、なんかに入れてたんですよ水みたいなやつに。だから使えるっちゃ使えると思うんだよ。え怖い、これこうやって取るんだよねこれ。え取れないよこれ。え滑る、トゥルトゥルって。お、取れた、取れました。あ、取る方が簡単だ入れるより。はい、取れました、無事。これが普通の私の目ですね。やっぱさあんま変わってないこっち。なんか周り変わったかなみたいな。こっちが私の目の色ですね。私焦げ茶っぽい感じなんだけどあんま変わってない。周りちょっと変わったかなぐらいですね。じゃあ次こっち取って、次はこの一番目の色が変わりそうなのも入れてみます。取れた。じゃあ次両方同じ色いきます。次もう慣れたから多分すぐ入ると思う多分ね。よし、あー手から離れない。じゃあ先っぽにちょんと乗せるくらい。あずれた、怖い怖い。綺麗。あやべ、目がゴロゴロする。まだ綺麗じゃない。綺麗ですねこれ。でも絶対もうバッチリカラコンって分かりますねこの色はね。あグレーの方はナチュラルでめちゃくちゃ良かった。これはめっちゃ綺麗ですね。結構色変わるんですけど。じゃあもう片方の目いきます。これで両方ですね。慣れてきたね。だってもう1個でいけも 最初4個無駄にしちゃった。申し訳ない。なんかありました。ほらめっちゃ綺麗じゃない。変わりますねこれ。結構いい。こっちも違和感ないですね。こっちまだちょっとゴロゴロするんだけど。いいですねこれ。はい、こんな感じです。なんかもうあのスノーの加工みたいな綺麗な色になった。はい、こんな感じでビフォーアフターです。結構色変わりましたね。薄めになった、あの元の色より。私結構濃いめの焦げ茶みたいな感じの色なんですけど、薄くないんですよ目が。なのでめっちゃもう感動ですねこれ。綺麗な色になりました。これさ目こうやって触ってさキュッて裏側いっちゃいそうで怖いんだけど、たまにね友達とかやべ裏側いったとかなんか言ってんの。めっちゃ軽く言ってるけど怖くない。でブラウンフォンデュをまだ使ってないんですけど、一番この色がめっちゃ色変わったのでこのままで終わりにします。あと3色もグレーはナチュラルでめっちゃ良かったです。はい、じゃあということで
今回ね初めてのコンタクトやってみました。まだねコンタクト初心者なのでまだ全然わかんないことあるんですけど、ワンデーは撮ってもまた使えるのかぜひ教えてください。で私ね初めてこのミムコっていうねブランドを使ってみたんですけど、初めてだからめっちゃスースーして痛いって言ってたんですけど、結構いいです。慣れたらもう全然痛くなかったし、いい色だしマジでおすすめなのでぜひチェックしてみてください。おすすめのブランドとかあったらぜひぜひコメント欄に書いてください。じゃあちょっと私の家で一番目の色が綺麗なロッキーを呼びます。ロッキーおいで、おいで。結構友達とかにロッキーってカラコンつけてんのって言われるくらいめっちゃいい色です。おいでおいで。はい、ロッキーの目の色は、はい見せて。うわ綺麗ロッキー。あ、鏡自分の顔見てるほら、はいロッキーみんなに目の色見せてまあロッキーの目の色はマジカラコン並みにめちゃくちゃ綺麗なので、今度さロッキーと同じさ目の色のカラコン見つけたら絶対やりたいと思います。はい、じゃあということでまた私のカラコン動画見たいと思ったらグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。